フリードリヒ・ビルヘルム・ニコラウス・ツー・メクレンブルクは、ドイツの諸公家門メクレンブルク家の一員で、プロイセンの将軍。メクレンブルク・シュベリーン大公パウル・フリードリヒと、その妻で、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム三世の娘である、アレクサンドリーネの間の、第三子、次男として生まれた。プロイセン軍の使官となり、1865年12月9日に、 ベルリンにおいて母方の叔父であるプロイセン王子アルブレヒトの娘アレクサンドリーネと結婚した。ベルリン宮廷では遊び人として有名で大酒飲みの殿下のあだ名で呼ばれていた。広潮戦争では陸軍少将,将として騎兵旅団を率いた。不仏戦争では陸軍中将として第六騎兵士団を統率し、1870年9月9日の 乱状祭への突入の際、フランス軍側が縄文を爆破して報復した際に負傷した。その後は陸軍大将に昇進し、1875年に退役した。1879年7月末、ハイデルベルクで手術中に死去した。意外は、老いのパウルフリードリ飛行に伴われて、シュベリーンに移され、8月2日に。 シュベリーン大聖堂の大公家礼拝堂に安置された。妻アレクサンドリーネとの間に娘を一人設けた。カール・エドゥアルト・ビス、ゲシヒテ・デア・ドイチェン・ホーファ・サイト・デア・レファーメーション、バンド37、ハンバーグ、ホフマウント・キャンプ1856、S49、ソー・アオホイン、カール・オーガスト・ファルンハーゲン・フォン・エンセス、テイジ・ブーキントラグ・フォム11、フェブルー1855、 オースデムナクリス・ファルンハーゲニ・エス・フォン・エンセ、バンド11、ハンバーグ、ホフマウント・キャンプ1869、S436、ビスベルダ1856、ベイガン・バーリアムガン、ウィルフェル、ムズズロク、モナ・テン・ハフト、ファーリー・タイルト、シエヘ・バイリシュス・ウォックス・ブラッド8、S98、ダズ・シエヘ・ベルンハルト・フォン・ロゲ、ケシ・ヒテ・デフェルド・キルーリー、レジャミンツ・プリンゼ・リジェント、 ルイトポルトフォンバイエルナンバー4ベルリンミトラー1898 S312 フォルティシモハットメキロンバーグシュエランシャースターツコレンダー105 S345 ありがとうございます